おざっす。元神奈川県警察巡査部長、吉井部長です。本日は、警察官に勝手に家の中に入られて、家の扉を壊されてしまったという動画付きメールが届きましたので、そのような場合の対応方法についてお話をしたいなと思います。話を聞いたところ、近隣住民から近くの家で、喧嘩をしているようだとの通報で警察官が家に来たらしいんですけども、まずはね、そちらの動画をご覧ください。どうぞ。あ、すいません。あ、壊した。お母さん話いいですか？どこ壊しました？お母さんと話がしたい。お分かりいただけただろうか。あ、すいません。あ、扉どこですかこれ？あ、壊した。お母さん話いいですか？お母さんと話がしたい。はい。ガンって音がした後に女性警察官のオロオロした声入ってましたね。お母さんと話がしたいなんて話すり替えようとしてましたけどね。で、まあこんな感じで、もともとスムーズに動いていた扉も動画のように動かなくガタガタっていう風になっちゃってますよね。完全に破損してしまったようですね。まあこの日は警察官たちはこの、まあ親子喧嘩だったらしいんですけど、親子喧嘩を落ち着かせた後、その後何もなく警察署に帰ってったようなんですね。で、まあこの動画投稿者さんは、喧嘩を落ち着かせてくれたのと家のものを壊すのは話は別だろうということで、落ち着いた後にまた警察署の方にね、連絡したそうなんですよ。で、後日警察署の方に電話したところ、その担当の警察官は、家の中を確認しに行きますので待っててください、このような回答があったみたいなんですよね。で、まあ電話したその日のうちに数名の警察官が、家の中を確認しに来て、で、まあその破損した状況なんかを写真なんか撮って、で、私たちもここでは判断できませんから上司に確認しますので、また折り返しご連絡しますっていうことで警察署に帰ってったみたいなんですよ。これ皆さんどうなると思いますか？警察官しらばっくれると思いますか？実は僕も職質中に、まあ、僕のバディが車内のハッチバックを開けて、で、積載物が床に、道路にガラガラッと落ちちゃって、で、その時にそのものが壊れちゃって、弁済したっていう、経験があるんですよ。なもんなんで僕はこの動画投稿者さんに、多分弁済してくれると思いますよっていうふうには説明したんですよ。しかし、今回は弁済をしてくれないという結果に終わってしまいました。なぜだと思いますか？投稿者さん、決定的なミスをしてしまいました。こちらをご覧ください。ということで、警察官が改めて家に戻ってくる、そのもの、破損したものを確認する前に現状を変えてしまったんですよね。もう壊れてるからっていうことで、なんかもうさらにぶっ壊しちゃったみたいなんですよね。まあでもこれ警察官もその日現場来た時に家のものを壊したって絶対気づいてるから、なんかしらばっくれるのもどうかと思いますけどね。まあここはさすがの警察って感じですよね。結論なんですけども、今回のように警察官が職務執行中に何か物を壊してしまった場合、基本的にはちゃんと訴えかければ修繕、弁済してくれますから、気づいた時にすぐに警察に、いやこれ今壊れましたよと伝えてください。これはもともとなかった破損なので弁済してください、このようにしっかりと伝えてください。後回しにすると今回のように自腹で修繕する羽目になってしまいます。余談なんですけど、これね、警察官もしらばっくれたりするんだけど、この弁済のシステムがね、まあめんどくさいんですよ。このね、たかだか1000円とか2000円ぐらいの弁済のために、いろんな人が動いて、いろんな報告書を書いて、もうね大変なんですよ。
まあ、だからといってうやむやにしていいかって言ったら違うとは思うんですけど、まあこのね、警察の無駄なシステムを変えないとね、いけないのかなっては思います。警察官も仕事でミスはありますからね、もうそれは俺しょうがないと思います。ということで今回は警察官に物を破損されてしまった場合の対応方法についての動画でした。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ザシャ。